放課後未来ラジオ。この番組は鹿児島県アイライサ地域振興局の提供でお送りします。放課後未来ラジオはアイラ市の中学生高校生がさまざまなお仕事で働く大人の方々にインタビューをして仕事について考えるラジオ番組です。リスナーのあなたもこの番組を聞いて将来の進路を考えるきっかけにしたり、鹿児島で働くことに興味を持ってもらえたりしたらいいなと思います。おはようございます。カジキ高等学校1年永田玲奈です。重富中学校2年佐喜多若狭です。重富中学校1年清志樹です。私たちは湧水町の栗の図書館司書松下あゆみさんにインタビューをしました。それではインタビューをお聞きください。司書になるために短大に行ったって言ってたおっしゃってたんですけど、はい、司書になるためにどういう勉強をされたんですか？大学で大学では実際にレファレンスサービスっていうこととかを、まあ、図書館のお仕事としてあるんですけど、そのレファレンスサービスっていうのはお客様の調査相談、まあ、調べ物のお手伝いだったりとかそういうのをやるんですけど、そういうことを、まあ、言ったらお客さんがこういうのがわからないんだけどどうしたらいいですかって聞きに来られた時に、どういう本を見て調べるお手伝いができるかだったりとか、あとは児童サービス論とかいうのがあって、子どもたち の, 文学に関する言ったら読み聞かせの仕方だったりとか、あとはこういろんな手法ですよね、まあ、読み聞かせだけじゃなくて多分ビブリオバトルとかそういうのも聞いたことがありますからね、そういうのをどういう方法で、まあ、子どもたちないしはこう大人の方々にこう読書を進めたらいいかなっていうような勉強とかをしました。はい、ありがとうございます。はい、司書の魅力は何ですか？魅力、やっぱり何て言えばいいのかな、その人、まあ、言ったら子どもたちのこうおすすめしたりした本だったりとかそういうのをこう覚えててくれたりするところの何て言えばいいのかな、思い出のこう一場面じゃないけどそういうのに携われたりとか、本を紹介した時にその子が何かこう、前向きになるとかこう行動を起こすきっかけになったりとか、そういうところの本の紹介をできるっていうのはすごく魅力的かなっていうふうに思いますね。はい、書としておすすめの本とかありますか？おすすめの本は皆さんの世代の方に読んでほしい本はワンダーっていう本があるんですけど、今日もちょっと持ってきたんですけど、見たことありますか？ある。一つ目の、そうそうそう、顔にこう障害を持った男の子が主人公のお話なんですけど、初めはこう周りの視線だったりとかいろんなことが気になってなかなかこう学校に馴染めなかったりしたんですけど、学校に通う中で本当のこう心から話せるお友達と出会ったりとか、そのあとはこう家族だったりとか、そういうところのご家族の人も、まあ、言ったらこうちょっとお顔に障害の持った子をこう育てるにあたっての心の悩みとかも多分いろいろあると思うんですけど、そういういろんな人の目線でこう書いてあるお話なんですね。でその家族の人やお友達と信頼関係を築いていって、この男の子が一歩こう成長していくっていうお話なんですけど、すごくこう、読んだ後にこう元気が出るっていうか、なんかこう私も何か頑張ろうかなっていうふうに思えたりするので、
ぜひこれは皆さんにも読んでほしいなというふうに思います。はい、もしお客さんの人にこうレファレンスサービスをお願いされたとしたら、一番何に気をつけて紹介したりとかするんですか？私が大事にしているのは、とにかく話を聞くことを大切にしていて、お客さんが来られた時に結構こう、うん、一つの情報だけを言われた時に、それやっぱり調べるにあたっては、まあ、どうしてそれを知りたいと思ったのかだったりとかを、話をしっかり聞かないと的外れなことをこうお伝えしてしまったりとかなってしまうので、私はまず子どもたちもそうなんですけど、子どもたちは面白い本ありますかって聞くんですよね。でも面白い本ってやっぱり人によって違うよね。何をどう面白いと思うか違うから、その子が普段どんなことを面白いと思ってるのかとか、まあ最近読んだ本で面白かった本を聞いてみるとか、あのジャンルだったりを聞いて、そこからこう紹介するっていう風なことを心がけてるので、まずはじめに知りたいことに対してのこう情報を聞いた上で、その中でこう自分の中であのお手伝いできることを探してお伝えするっていう感じかなと思います。はい司書の仕事をしていて、うん、今まで難しいなって感じたことってありますか？難しいなっていうのは、やっぱりさっきも言ったみたいに、レファレンスはすごく自分の勉強不足を感じる場面も多くて、初めのうちにこう言われた言葉に対して、まずその言葉の意味がわからなくって、でそれでまずそれ自体を教わったり勉強するところからも始まったりするので、難しさだったりはやっぱりその日々の接客の中で、まあやっぱり緊張します。あのお客さんにすいません、ちょっと聞きたいことがあるんですけどって言われたら、一回こうキュッて緊張するかなっていうふうに思います。はい、この栗の図書館って町の人に来てもらえるようにこう考えて本を選んだりとかしてるってあったんですけど、具体的にこうその町の人にいっぱい来てもらうためにしてることって何かあったりしますか？湧水町は高齢化率が高くって、なので子育て世代の方々へ向けての本も多いんですけど、やっぱり私のこう何ていうのかな、理想としてはお家で例えば一人暮らしの方とかも図書館に行けば誰かしらお友達がいるから図書館に足を運んでみようかなとか、そういう風になって、こう図書館がちょっとしたこう憩いの場になったらいいなって思っていて、そのために最近はその、まあ年齢が高くなってくるとやっぱりこう体の心配だったりとかも多いので、医療関係の本は量を増やすようにしましたし、あとはそのお客さんが小説だったりやっぱり本を読むのはもう疲れちゃうからっていうお客様のために、ちょっと薄め の雑誌感覚の本って言っていいのかな、その写真だけでもこうペラペラめくれるような本だったりとかの紹介コーナーをちょっと作ったりとかしてますね。だからその2階に温泉がさっきありますよって言ったんですけど、温泉にも毎月本を持って行ってて、図書館の本を、なので温泉から出て、まあこうテレビのあるところだったりでゆっくりしながら、そこでもちょっと本と触れ合うきっかけじゃないけど、そういうのができたらなというふうにも思っているので、町内の方でいうと、まあ、もちろんその高齢の方々に向けてのサービスっていうところもすごく今は力を入れてるかなというふうに思うんですけど、やっぱり赤ちゃんたちとか今ちょっと減ってきてるので、そこもやっぱり私たちとしては何かサポートができたらいいなっていうのがあって、子育て支援センターっていうところがあるんですけど、そこに出前お話し会、出張お話し会って言って、そこに絵本を持って行って
お母さんたち忙しいので時間のある時でいいので見てみてくださいねっていう形で、あの絵本を見てもらったりとかですね、そういう声かけとかをするようにはしてますね。なるべく負担にならないようにじゃない、楽しんで絵本とか本と接してもらえるようになったらいいなって思いながら、あの取り組んでます。怖い本以外にも、うん、並べとかには工夫ありますか？本を並べる時の、まあ、あのさっきちょっとお伝えしたみたいな形で、その子供と大人の本を一緒にっていうところはやっぱりあの気をつけてるところなんですけど、やっぱりあの子どもたちもそれぞれちょっとさっきちょっとお話しした内容とかぶっちゃうんですけど、やっぱ、まあね、あの知りたいことが多い子はっていうところで やっぱり難しい本を選ぶ子もいれば、まあ、大人の方でもそのかんあの読みやすくて字が大きくて絵がたくさんある方、まあ、本の入りとしてあの読まれる方もいるかなっていうところで、並べ方はそういうところはあの気をつけるようにしていて、なのであの請求記号っていって図書館の本はそれぞれここに番号と、多分これ家の本なのであれですけど、番号とカタカナが振ってあるたりとかすると思うんですけど、多分図書館自体で並べたりするときってその番号順だったりで並べてた方がやっぱりまあお客さんも探しやすいし、あのいいかなっていうのは思うんですけど、前によくあったのが、例えば修学旅行で長崎に行きますっていうときに、長崎のまあ旅行の本と一緒に、まあ、長崎の歴史だったりとか、まあ、そのいろんな長崎に関する本がまとめて置いてあったら、こう横の棚を見た時にこれも借りてみようかなって思ったりとかするんじゃないかなっていうところで、図書館はそのあんまりこの番号っていうところにすごあんまりこだわってなくって、ジャンルがすごく大きな元となるものが近いものが並んでたりとかするんですよね。なのであのその分図書館の職員は直すときにすごく気をつけないと、やっぱりお客さんが探しにくくなってしまったらもう元も子もないので、あれなんですけど、あのテントウムシの本ってなってたらテントウムシ関連はもうまとめて一緒に置くとかですね、あまりこう番号にこだわりすぎずに、お客さんがこれとこれがそばにあった方が分かりやすいかなとか、そういうのとかでもあの配列とかがあの近いところにあったりとかもします。レファレンスサービスの話に戻るんですけど結構私が人前で喋ったりとか、あの初対面の方と喋るのってちょっと苦手なんですけど、初めて会った人にこう聞かれた時にうまく返せるためにこうしてることとかありますか？なんていうのか、窓口にまずいるときに、カウンターの中にいる人にまずお客さん自身も声かけづらいじゃないですか。多分この一個何かを挟むことによって壁をすごく感じるので、まず向こうも多分勇気を持って声をかけてくださってますよね。多分知りたいな、聞きたいけどちょっと聞きづらいな、やめとこうって、多分私もあんまり人と話すのが初め得意じゃなかったからそうなりがちなんですけど、まずそうやって来てくださった時には、あのこちらの、 あのお仕事を、例えばカウンターのお仕事をしながらでも、あのプラスアルファで例えばイベントの準備だったりとか、こうお仕事をやってたりするんですね。でその時にお客さんがまず話しかけづらい雰囲気を作らないようにしようってまず思ってて、あの多分真剣な顔になると思ってこうなっちゃうんですけどそうならないように、あのいつあのこうゆとりがありますよ、来てもらっていいですよっていう、こう風になまず自分の中ではしようっていうのを決めてて、で声をかけてもらった時とかはもうすぐまあ表に出て行って、あの手だけで、先輩方から教わったのが手だけで案内するのはやめようねっていうのを言われてて、一緒にその棚に行って調べ物をする、
この、まあ、料理の本どこにありますかって言われた時にそこにありますよっていう風な形では終わらないようにしようって思ってて、一緒に行ってみてどういうのが本当に探してる料理でも外国の料理なのか日本の料理おせち料理なのかいろいろあると思うので、その人が探してる情報のお手伝いをするために一緒に そこに行くっていうところは大事にしてるかなと思いますね。だから極力本当はこうカウンターの中っていうよりもこう帰ってきた本を直すのでもいいんですけど、直してる時の方がお客さんってすごい声をやっぱりかけてくださるんですね。カウンターの中にいるよりも、なんていうのかな、そこは。なんていうの、本をこう直すところに行ってる方がお客さん自身も声をかけやすいので、あんまりカウンターの中にこもらないようにもしようって思ってます。なるべく表に出て行って、こう聞いてもらえるような感覚になれたらいいなって思って、でそしたら、向こうも自然と声をかけてくださるので、私自身も私も話しかけるのはちょっと苦手なんですけど、話しかけてもらえたらこう自然と少しずつ、さっき言ったようにまずはお話を聞いて、なるほどなって、で自分でわからない時とか専門的じゃないのは私はすぐ詳しい人を呼びますそれも一つ大事なことで、自分で全部解決しようっては思わずに、皆さんそれぞれ図書館で働く人は得意分野を持ってるんですよね。なんか歴史のことについて詳しい人、あと町のことについて詳しい人ってたくさんいるので、皆さんに聞いて、で仲良くなってくると私はお客さんにも聞きます。お客さんの歴史に詳しい人が来られた時に、この前こういうことを知りたいっていうお客さんが来たんですけど、ちょっと私たちの方で分からなくて、どういうふうに調べたら分かりますかねっていうことをお客さんにも教えてもらって、でそれでそしたらお客さんが、ああそれに関するあれだったら資料持ってるよとかいうことをおっしゃってくださったら、またそこをっていう感じで、なんか本当人を多分つなげるのがお仕事かなって思うんですけど、人と人もこうつなげるっていうのもすごく今のお仕事としてこう実感するところだったりもするので、まあ、そういうところは、私の中では大切かなっていうふうに思いながらお仕事をしてます。はい、はい、それではレナさん、国の図書館に行ってみてどうでしたか？改めて司書になりたいっていう気持ちがこう松下さんにあってこう高まって、やっぱり本が好きだからっていう理由で最初は司書になりたいなって考えてたんですけど、本と人をつなげるお仕事っていう話を聞いて、あ、松下さんみたいにこう本のことだけじゃなくて人のこともちゃんと考えられる司書さんになりたいなと思いました。レナさんが本好きになったきっかけは何かありますか？小学校の時の司書の先生が結構こう喋ってくれる、一緒に話してくれる先生で、最初はあんまり本好きじゃなくて、親からもなんか読みなさいみたいな言われてたんですけど、その先生と話していくうちになんかおすすめの本とかを聞いて、こう、あ、これも読みたい、これも読みたいって思うようになって、あ、なんかこう司書になってみたいなと思うようになりました。実際に今回松下さんのお仕事の内容を聞いたり、図書館を案内してもらったりということをしましたが、国の図書館のイメージはどうでしたか？図書館自体のイメージは。なんかこう結構図書館って封鎖的なイメージが多くて、本好きがたくさん集まるみたいなイメージが結構高いんですけど、国の図書館はこう地域の人たちに寄り添う図書館っていうイメージが強くて、すごく明るくていいなって、ここにずっといたいなみたいな雰囲気がすごくいいなと思いました。司書のお仕事でこんなのも司書のお仕事なんだって新しく気づいたことはありましたか？レファレンスサービス
をこう言葉としては結構知ってたんですけど、そのやっぱり自分でこう本の知識を頑張って貯めて、それであのお客さんに紹介するみたいなイメージがあったので、お客さんにもこう、 こういう質問が来たんですけどって聞いて紹介するっていうのは初めてでびっくりしました。司書になるとしたらどんな司書さんになりたいですか？松下さんのようにこう人と本をつなげるだけじゃなくて、人と人をつなげられるような明るい司書さんになりたいです。人と接するのはどうですか？得意ですか？ちょっと苦手ではあるんですけど、その本を通じていろんな人に出会えたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。では続いて若狭さんは栗の図書館に行ってみてどんな風に感じましたか？私は栗の図書館で働いている司書さんが利用者の方のことをよく考えた本の配置だったり、あの居心地のいい環境づくりをしたり、子どもたちの思い出に携わることができるその図書館で、すごくいい図書館だなって思いました。図書館を案内してもらってどうでしたか？私がすごいなって思ったのが、その自分の目線よりも低い位置に本棚があることがすごくいいなって思いました。それはどういった点がいいなって思いましたか？全体の雰囲気が明るく見えるからです。松下さんの印象はどうでしたか？なんか司書という仕事をなんか心から楽しんでやっているので、すごく明るくていい方だと思いました。若狭さんの将来の夢の中の候補の一つにこの司書のお仕事は入っているっていうことでしたが、仕事に対する考え方、将来に対する考え方は何か松下さんのお話を聞いて変わりましたか？司書、その将来の夢の一つに司書があったんですけど、松下さんの話を聞いてやっぱり司書になりたいなっていう思いが強くなりました。もともと若狭さんが司書になりたいなって思ったのは何かきっかけがありますか？私は小学校の頃ほとんど毎週図書館に行ったりしていて、その時図書館に行った時に優しく接してくれるその司書の方がすごくかっこよくて、私もこんな風になってみたいなって思ったので、はい、なりたいと思いました。司書になるとしたらどんな司書を目指したいですか？私も松下さんのような明るい雰囲気の心から楽しめるような司書さんになりたいです。はい、ありがとうございます。では五木さんは栗の図書館に行ってみてどうでしたか？図書館特有のちょっとした圧とかそういうのを感じられず、本当に気軽に行ける楽しそうなところだなと思いました。栗の図書館は普段行ってる図書館と何か違いましたか？日がよく入ってたので、本の位置とかも番号順じゃなくて取りやすいように分かりやすいように置いてあって、本当に利用者のことを思ってるんだなっていうことが分かりました。松下さんはどんな印象でしたか？明るくて優しくて、何も知らない私に優しく説明してくれて、こんな人になりたいなと思いました。司書のお仕事でイメージしていたのと違う部分はありましたか？司書の仕事は本当に本当しか関わらないと思っていましたが、松下さんの話を聞いてからレファレンスサービスやとかでは、人とも関わることはあるんだなって思って、
思い出に携わるってことに聞いたときは、本当に利用者のこととかも、本だけのことじゃなくて利用者のことも考えなきゃいけないと思いました。いつきさんの将来の夢は司書ということでしたが、今その夢に対する思いはどんな風に持ってますか？前よりも強くなった気がします。今までは 本にしか考えてませんでしたが、松下さんの話を聞いてからは人のことも考えなきゃいけないって思う気持ちが強くなりました。いつきさんが司書になりたいなって思ったのは何かきっかけがありますか？小学校の頃に友好関係とかが苦手で、人ともほとんど話したことがなくて、いつも図書室の方で本を読んでいて、ああもっとこの本に近づきたい、もっとこの本に本のことを思いやるような仕事をしたいと思って、司書志望になりました。そうだったんですね。やっぱり小学校の時にすでに皆さんは図書館だったり司書さんだったりっていうのの出会いがあって、今将来の夢を考えるきっかけになっているっていうことは、やっぱり図書館っていうところ、その司書っていうお仕事は人に大きな影響を与える場所なんだなっていうふうに改めて思いましたが、それでは湧水町の栗の図書館司書松下あゆみさんから学生の皆さんへのメッセージです。お聞きください。今日の感想として驚いたのが、皆さんがこんなにもこう将来のことをこう明確にっていうか、自分のやりたいことをもう見つけられてるっていうところがまずすごいなというふうに思いました。自分がまだこう同じぐらいの世代の時はもう漠然としてて、今大きくやりたいことはあるんだけど、実際にそれについてこうどうやったらっていうところまでは考えられてなかったので、まず皆さんがその企画を通してっていうのもありますけど、実際に働いてる人たちのお話を聞きながら自分の目標について知りたいことを自分の言葉でインタビューをできるっていうことがまずすごいなっていうのが思ったのが今日の感想です。はい。で、同じ、今見てくださってる世代の方で司書のお仕事をやりたいっていうふうに思ってくださる方もいると思うんですけど、図書館のお仕事は本当にこういろんな人たちとつながっていける、とっても素敵なお仕事だというふうに思います。で、同じ、その高校生だったり中学生の時期に大事なのかなっていうのは、本当にたくさんのことに興味を持ってもらいたいなっていうのがあって、自分も短大を出てすぐ図書館の仕事に就けたわけではなくて、福祉の経験をしてここに来たんですけど、その福祉の仕事だったりもすごく今思ったら役に立っているので、皆さんも今やってみたいことだったりとかをたくさんやってみて、その中で自分のやりたいことだったり好きなことだったり熱中できることを見つけられたらなというふうに、それが司書のお仕事だったらもっと嬉しいなという感じです。はい、以上です。今日お送りしたのは、加治木高等学校1年永田玲奈と、重富中学校2年佐喜多若紗と、重富中学校1年教師樹でした。この番組は鹿児島県姶良伊佐地域振興局の提供でお送りしました。